ンタッチで中に当てます。ここはロストして拾ったチアゴ・アウベス、横パスカット、さあ一気にスピードアップ、福田シュート、まず1本ファーストシュートを狙いました福田明人です。右側にはねイバルボがフリーでいましたけどね、まあ、立ち上がり序盤ということもあってそのままシュートに持ってきましたね。グランダーでつないでチアゴ・アウベス、枝村最後はなんとか体を張りました青木です。やはりペナルティーエリア付近バイタルに入るところに関して言えばやはり清水にとってはやはりチアゴ・アウベスが入ったのは大きいですね、はい、ムサカからワイドに流れているチアゴ・アウベス、くさびを打ってチョンテセ、チアゴ・アウベス、クラスのロングシュートが決まりました。すごいゴールでしたね。いや素晴らしいスピードでブレてますよね。かなり距離はありましたけれども触れませんでした権田、まあ、文字通り突き刺さったようなゴールでしたね。ネットがなければどこまで飛んだかというような軌道でしたね。そうですね。原川インシングのボールです。ニアサイドセカンドが吉田豊の前、吉田打たず左足シュート、竹内にワンタッチあったようです。コーナーキックに変わります。少しセカンドボールの対応ですね、はい、吉田に対する守備の対応が少し遅かったですかね。チアゴ・アウベスセンターに入れてきます。おっと権田は見切っていたのかもしれませんがスタンドから見ているとちょっとヒヤッとするような軌道でした。そうですよね、なんか最後伸びたような感じもしますし、はい、吉田が下げて福田ファーサイド、鎌田大地が拾えそうです。もうちょっとコントロールが乱れ、チョドンゴンです。さあ入れ替わったシュート、最後は福田のシュートです。チョドンゴンが落として福田、いやいいプレーでしたよね、はい、うまいプレーですね。ルーズボールは二見が追って前線にラフに蹴ります。小林雄三うまく体を入れ替えた、いやいいただその後のパスがミスになります。チアゴ・アウベス、白崎が来た、左足のシュート枠の上です。いやいいワンタッチでしたよね。あー奪ったチョンテセ、さあこれは決めたいチョンテセ、ゴンダビッグセーブ、キルミン局のミスをカバーしました。まあ、これだけの余裕があるっていうのは逆にプレッシャーになってしまうんですよね、はい、鎌田前を向いた、鎌田かわす、こぼれ球、そのまま流れます、まあ、こういったシーンがねどうしても出てきてますからね、はい、まあ、ボールを動かしながらそのままあのワンタッチ目からそのままドリブルに入っていけるんですよね、はい、まあ、それが彼の特徴ですね。さあ急ぎたいトス、一度外に広げます。鎌田大地縦につけてこぼれ球、ちょっと後ろから水野が来た、水野シュート、逃げ切り失敗、清水追いつきました。サガン鳥栖スローで見て終わっていいんですけども、やはり止まれてないんですよね、はい、ここもですね止まるということもフィジカルの強さの一つなんですけども飛び込んでしまうんですよね、はい、これ2回連続飛び込みましたよね。さあまだワンプレーできるでしょうか。ここで試合終了、ホーム宮
未勝利の清水、アウェー未勝利の鳥栖、その呪縛から解き放たれることはありませんでした。ただこの1ポイント笑顔で受け入れられるのはどちらかというとサガン鳥栖です。1対1ドローに終わりました。